ファイナルファンタジーピクセルリマスター2021年スクエアエニックス、どうもアラヤンです。さあということで、じゃあこの4人、戦士、シーフ、白魔術師、黒魔術師の4人でいく。この世は暗黒に包まれている。こんなに突然始まるんでしたっけ、ファイナルファンタジーは。渦巻きだ、貝殻の塔、風は闇、海は荒れ、こんな始まり方だったですかね。大地は腐ってゆく、怖いな。お城が見えますね。しかし人々は一つの予言を信じ、それを待っていた。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。長い冒険の末、4人の若者がこの地にたどり着いた。そしてその手にはそれぞれクリスタルが握られていた。わあ、綺麗。4色だ。おっと突然投げ出されましたね。王は伝説の光の戦士を探しておいでだ。む、そのクリスタルは、ぜひ王にお会いください。突然連れて行かれた。旅の者よ、そなたらがクリスタルを携えているというのはまことか？持ってますね。ルカーンの予言。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。大臣だ。しかしこの者たちが予言にある光の戦士だとは限りませぬ。その辺で拾ってきたガラスのかけら持ってるかもしれませんからね。だがクリスタルを持つ戦士が今目の前におる。偶然とは思えぬ。この4人の編成見て戦士って思うかな。どう見てもサーカス団かなんかだと思うような気がするけど。クリスタルを持つ戦士たちよ、そなたらに頼みがある。我が王女を助け出してはくれまいか。この国のナイトであったガーランドがセーラ姫をさらい、このコーネリアの国王の座を要求しておる。やつはこの国一の剣の使い手、波のものでは歯が立たぬのじゃ。軍隊ってものがあるでしょう、大臣よ。そなたらが目指すのは北の大陸と聞いた。大陸への橋は失われて久しく、北への道は長らく閉ざされておる。セーラを助けてもらえたら、礼として大陸への橋を架けよう。頼んだぞ光の戦士たちを。結構太っ腹な王様ですね。預言者のルカーン様は三日月を目指すと言ってこの町を出て行ってしまわれた。大丈夫でしょうかね。どうしちゃったんだろう、ルカーン様。さあ来た、ゴブリンさんだ。だいぶ見た目違いますね。このゴブリンさんの感じ懐かしいな。いやー、なんだか綺麗な宝石が真ん中に置いてあるぞ。王女の命と引き換えに、コーネリアはついに私のものとなる。向こう向いて喋ってんだが。何者だ貴様たち。気づくの遅くない？もう真後ろなんだけど。そうか、国王の手先か。だが私が誰だか分かっているのか。ナイトの中のナイトと言われたこのガーランドの剣にかなうと思ってか。来ましたね、ガーランドさん。いやー、意外にちっちゃい、背が低いな。ただ主人公たちと比べたら顔の大きさはめっちゃちっちゃいですね。主人公たち4人が顔でかすぎる感じかな。さあもう一発行こう。今度はサンダーだ。
オッケー、撃破だ。あれがボス戦の曲って感じかな。ちょっとレベル上がりすぎてたかな。めっちゃ弱かったですね。周りのコウモリは大丈夫なのか。あなた方が助けてくれたのですね。もちろんだ。私はコーデリア国の王女セイラ。感謝の言葉もありません。あのガーランドに打ち勝ったものは初めてです。打ち勝ったっていうか、もうやっちまったんだが、よくぞ王女を助け出してくれた。そなたらこそルカーンの予言にあった光の戦士に違いあるまい。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。戦士たちは光のかけらを携え、闇の力に覆われし、4つのクリスタルに輝きを取り戻さん。北の大陸にもクリスタルがあると聞く。魔物どもをこの世から消し去るには、クリスタルの輝きを取り戻すしかないのだ。ダイヤモンドみたいに言いますね。約束通り北の大陸への橋を架けよう。よろしくお願いします。そなたらが4つのクリスタルと、そしてこの世に輝きを取り戻せることを祈っておるぞ。うまいこと言ったつもりかな。これはコーネリア国の王女に代々伝わるリュートです。ガーランドが私と共に城から持ち去ったものです。何かの役に立つかもしれません。これをお持ちになってください。代々伝わるリュートを見ず知らずの4人の戦士に渡しちゃう王女様、大丈夫かね。お、どうした。これは橋が治るのがイベントになっている。あー、すごい、兵士たちが直すのか。大工とかじゃないんだ。いや、兵士たちやるな。橋が完全修復だ。こんなに簡単に直せるんだったら早く直したらよかったのにね。あー、かっこいい挿絵だ。冒険の始まりっぽい。いやー、かっこいいな。かくして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として、自らに与えられた使命の大きさと、待ち受けるであろう波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。4人の若者がその意味さえ知らずに携えた4つのクリスタル、なんで持ってたかわかんないってことかな。遥か昔、その中には大いなる輝きが宿っていたという。さあ、旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、再び光の輝きをこの世に。この4人の光の戦士たちに向けたメッセージみたいだが、これは一体誰からのメッセージなんだろうな。頼む、助けてくれ。いや、内容を言ってくれ。何を助けんのさ。さあ、海賊たち何やってるんでしょうね。なんだおめえら、海賊ビッケ一味に逆らおうってのか。この海賊ビッケ様に逆らうとは、いい度胸してるじゃねえか。野郎どもやっちまえ。おい、きなり襲いかかってくる。めちゃくちゃ前のめりじゃない。めちゃくちゃ前のめり、中腰なんだが大丈夫かこいつら。さあ、やってやるぜって感じの体勢ですね。さあ、終わり。海賊さん弱かったですね。ビッケ、すまねえ、俺がバカだった。もう悪さはしねえ。お詫びに俺の船をやるからよ、許してくれよ。よし、船ゲットだ。いきなり海賊たちから巻き上げてやった船。俺は心を入れ替えたんだ。真面目に仕事をして町一番の働き者になろうと思ってんだ。信じてくれねえかな。マトウヤの洞窟、いたた。あー、いた、占い師だ。占い師っていうか魔法使いっぽいよね、この感じね。目が、目が、目がどうした。いたた。水晶の目がないと何も見えんわい。あ、そんなこと言ってましたね。そうだそうだ、町の人が教えてくれてたや。誰だ、私の水晶の目を盗みおったのは。あ、取られちゃったんだ。今じゃあ目が見えないってことか。王子が目覚めなければ妖精王は誕生せず、ダークエルフの闇の力がエルフを支配することになるんです。突然だな、設定が見えてこない。
王子はアストスの呪いでもう5年も眠り続けているのだ。眠りを覚ます良い薬はどっかにないものか。目を覚ました時にはもう体動かなくなってんじゃねえかな。いや筋肉やばそうだけどね。なりほーっと、あ、かわいい。水晶の目があれば目が見えない人でも物を見ることができるんだって。ダークエルフのアストスが魔女の魔刀屋から盗み取ったって噂があるよ。ダークエルフさんの王様は盗賊王みたいな感じかな。えい、巨大な岩が邪魔をしとる。運河の開通まであと一歩だというのに。ニトロの火薬さえあればこんな岩も一発なんじゃが。あ、誰だ、王様だ。ダークエルフの王アストスに騙されこの城も荒れ果ててしまった。南にある沼の洞窟からクラウンを取ってきてはくれまいか。あれさえあればこの城も元通りに復興することができるはず。王冠を一つ取ってくるだけでこの荒れ果てた城が復興するとは思えないんだが。あ、モンスター来た。ピスコディーモンさんだ。いやーちょっと待って、ここでいきなりモンスターに襲われるとは想定しなかったですね。これはクラウン、クラウンゲットだ。取り返した。めっちゃ笑ってんじゃねえか。ファファファ、まんまと騙されおってバカなやつらよ。わしこそダークエルフの王アストスだ。何してくれてんのこいつ。クラウン渡しちゃった、もしかして。ダークエルフというか見た目カッパだな。貴様らの持つクラウンとわしの持つ水晶の目、この2つの力が揃えばわしは真の妖精王になれるのだ。逆らっても無駄なこと、力ずくで奪ってくれるわ。よかった、まだ渡してない。さあ来た、ダークエルフのアストスだ。どう見たってカッパでしょう、オタク。いや攻撃が通らねえな。さあヘイスト言っとけ。さあ戦士の攻撃はいいですね。ヘイストだいぶ強化されてる。簡単に倒せそうな感じはしてます。全然ダメージ食らってないもんね。あー終わっちゃった、楽勝だった。こんなに弱いとは。さあアストスを倒して水晶の目をゲットしました。もうフラフラしてないぞ。おお、水晶の目か。ほれ、さっさと返さぬか。ただとは言わん、この薬をやろう。私の薬の中で一番素晴らしい薬じゃ。なんかもらったぞ。目覚めの薬を手に入れた。これを持ってエルフの王子様を起こしに行くのかな。これはこの目覚めの薬ならば王子も呪いから解き放たれるだろう。早速使わせてもらうぞ。いやー王子おはようございます。王子、王子、ずっと悪い夢を見ていた。これはまだ夢の続きなのか。君たちは伝説の戦士？どうやら夢ではないようだな。なんで伝説の戦士って寝てたのに知ってるんだろうな。古くから語り継がれてきた伝説に従い、この神秘の鍵を授ける時が来たようだ。いやーどうもありがとうございます。神秘の鍵を手に入れました。あれ、王子様起きないの？おかげでこの通り元気になった。ありがとう光の戦士たちよ。全然元気そうじゃないんだが。さあそして次はこっちはテントに、鉄の鎧に、なんだ、ニトロの火薬ゲットだ。やっぱりここに入ってた。こいつはいただいていこう。さあ火薬持ってきたぞ。これはニトロの火薬。この爆破力をもってすればすぐにでも運河は開通できるぞ。感謝するぞ若者たち。よろしくお願いします。いってらっしゃい。これでよしと。これで忌々しい岩ともおさらばじゃ。何しとるんじゃ。今から爆破するんじゃぞ。命が惜しければ避難せんかい。この洞窟大丈夫かな。さあ行ってこい。さあこれで運河開通かな。この陸続きのところをぶっ飛ばして運河にしようってんだからね、むちゃくちゃだよな。あー割れていく、割れて沈んでいきました。ドワーフの洞窟ってあんな南まで続いてたんですね。ネリクさんナイスだ。これで外界へ出られるようになったかな。ヴァンパイアに襲われて教会も壊れ、街はひどい状態だ。大地の荒廃は止められないのか。
洞窟に住んでる巨人は石を食べるらしいぜ。石だったら何でも食うけど、特に宝石は大好物って話だ。さあ行きましょう。新しいモンスターでしょうね、こいつは。わあ、喋る。あ、こいつがヴァンパイアか。この世界の全てのものは死に耐えてゆく運命なのだ。死に耐えてゆく運命、死に耐える運命じゃないんですね。封印は解かれることなく大地は腐っていく。ああ、ヴァンパイアに変身した。運命を変えることはできぬ。人間ごときがこの不老不死のヴァンパイアを倒せるというのか。いやー、不老不死じゃないことを証明してやりましょう。あー、ヴァンパイアさんの音楽がめちゃくちゃかっこいい。めっちゃかっこいいぞ。ファイガーも覚えてますからね。一発ファイガーぶちかましてやりましょう。さあ、これでダメージはどうだ。いいね、270ダメージ。おっと、終わってしまった。ファイガでほとんど燃え尽きたヴァンパイアさん。弱っ。不老不死どこ行ったよ。普通に死んだよ。さあ、スタールビーをゲットしました。これ何。石板が床に置かれている。邪悪なオーラが立ち上っている。なんかいるわ、そこに。なんかいます。あれゴーレムかな。どう見てもゴーレムですよね。めっちゃ後ろ向いてるんだけどな。それはスタールビー。普通に喋れる感じ。お前ら、それをくれたらここを通してやろうじゃねえか。食べてんのかな。叫んでるね。もぐもぐ。そんな可愛い感じの食べ方なんだ、石食べて。うん、うめえ。やっぱりルビーが最高にうまいぜ。マグロみたいなもんなんですかね。なぜかルビーをあげたら買収されて道を開けてくれるという。開けすぎでしょう。そんなに開けなくて。あ、どこまで行くの。この人がサードさんかな。ヴァンパイアを倒したのはそなたたちか。しかし奴とてしもべに過ぎぬ。土地のクリスタルを封じている魔物はさらに地中深くに潜んでいる。さあ、この杖を持って行くがよい。ヴァンパイアの部屋の裏で使うのだ。さあ、ということで土の杖をゲットしました。さあ、ここで土の杖を使えって話だよな。誰だ、我に話しかけるのは。なかなか偉そうな喋り方するな。いやー、出た。でかいでかいでかい。体でかいな。リッチだ。なんで弾に化けてたんでしょうね。めっちゃ不思議。我は大地の力を喰らう者なり。人間風情に邪魔立てはさせぬぞ。土のカオス。リッチのな。さあ、来た、リッチさんだ。あー、強そう。めっちゃでかい。こんなでかかったかな。絶対アンデッドだからファイがいけるでしょう。あ、ダメージが全く通らない。硬い。さあ、ファイガーはどうだ。バサンダで防御した方が良さそうですよね。回復が済んだら次はおっと、倒した。 HP はそこまでだった。ファイガーがめっちゃ効きましたね。何事もなく消えてなくなりました、リッチさん。一人目のカオスはめっちゃ弱かったですね。よくぞ土のカオスを倒し、クリスタルの輝きを取り戻してくれた。だが残念なことに、200年後に目覚めるはずだった火のカオスがそれに気づき動き出した。さあ、このカヌーを使うがよい。グルグ火山へと向かうのだ。カヌーゲットです。やった、カヌーだ。手に入れた。これで川を登っていきますね。これは溶岩の中を歩いていけと。あ、ダメージ食らう。嫌な感じ。これ誰だっけ。土のカオスを倒し、このマリリスの眠りを妨げたのはお前たちか。さあ、これどんなやつだっけ。あー、こいつかー。燃え盛る火の力はこの私のものじゃ。邪魔をする者は地獄の豪華で焼き尽くしてくれよ。ってことで、このままボス戦ですよね。結構強そうだな。絶対これ炎攻撃やってくるよね。さあ、ということで攻撃して、まずは白間さんは
違う、バファイ使いたい。バファイ MP ないわ。はやばいなこれ。やっぱりファイラーやってくるよね。一発のダメージが100、これ耐えきれるかな。ブリザラと戦士の攻撃が唯一の攻撃手段かね。ナイス。さあそしてここでファイラーはダメージは食らうよね。シーフのレモンさんも倒れたが、ここで倒した。キワードキワードかった。さあ火のクリスタル復活。永遠の輝き。氷の洞窟、こんなところあったっけ。ないやー、穴落ちたわ。落とし穴ありかよ。ここの奥は、あ、また落とし穴だ。ここはあれじゃない、宝箱取れる場所に来てないな。これぐらいしか思いつかないな。何属性に、お、一撃だ。いきなりイベントが始まった。これは浮遊石ですね。いやー、突然砂漠の中から怖すぎるんだが。来ました、飛空艇だ。落ちたよ、飛空艇落ちた。大丈夫、飛空艇手に入れた。突然すぎるな、ノーヒントだったんだが。砂漠の中に眠ってたわけですね。オッケーオッケー、空飛べるようになったぞ。この町の泉の底には妖精にしか汲むことのできない空気の水が湧くといいます。別に悪いことしたとは思ってないね。捕まえた妖精は俺のもんだ。キャラバンに売っても構わねえだろう。妖精売っちゃったのかこの人が。心眼で見抜いていただきましょう、バハムートさん。我は竜王バハムート、真の勇気と力を持つ者に称号を与えよう。勇気の証を持ってくるがよい。ほう、クラウンを持っておるのか。そなたたちの腕は確かなようだな。なぜクラウンを持ってたら腕が確かなのかめっちゃ不思議なんだが。そなたたちの勇気が試されることになるだろう。勇者の証を持ち帰るのだ。消えたわ。待って、でもこれ隠し通路を進んでいけってことですか。道ないよな、これか。なるほど、ワープポータルなんですね。あ、ここに宝箱あんじゃねえか。ネズミの尻尾をゲット。これが勇気の証なのか。勇者と呼べる人間は久しくいなかったが、お前たちならば真の勇者と認めてもいいだろう。ほんとネズミの尻尾だけで、その辺のネズミ捕まえて持ってきてもわからんでしょう。そのネズミの尻尾こそ勇気と力の証。さあ望むがよい、お前たちに勇者の称号を与えよう。いやー、バハムートの頭が光ってる。あー、いいですね、力が集まってくる。クラスチェンジ完了だ。あったわ、キャラバンだ意外に覚えてるもんですね。へい、いらっしゃい。妖精さんは4万ギルか。お金で買い戻せってことね。お金使い切っちゃったわ。買い戻しましょう。妖精の瓶ゲット。前だり。ルフェイン語とは、昔天空人と呼ばれていた人々が使っていた言葉のことです。私の兄、ウネはいつも言っていましたよ。ロゼッタ石さえあれば、話せるようになるのにと。翻訳こんにゃく的な感じかな。海の底の人魚たちを救いたくて樽で潜水艦を作ったの。でも海に潜る途中で息ができなくなってしまうのよ。さあ妖精を連れ帰ってきたぞ。あら、瓶から出て飛び去っていく。いた、妖精さんだ。あなたたちは私を瓶から助け出してくれた人ね。その通り。ごめんなさい、逃げてしまって。私怖くて仕方なかったの。仕方ないだろうな。お詫びに泉の底に湧いている空気の水を汲んできてあげるわ。ありがとうございます。そいつがあったら水中でも息できるようになるってことかな。いってらっしゃい。お帰り。空気の水ゲットだ。
これでガイアの町のイベントは終了かな。その水からは限りなく空気が湧き出してくるのよ。どういう仕組みなんでしょうね。空気の水ってのは、水の中に顔つけても息できるってことなのかな。それは空気の水。ずっとあなた方を待っていました。急に手のひらを返したみたいにな。お願いです、人魚たちを救ってください。さあこれで、ああちょっと待って待って待って、死んでたな、あの人。まさかなんだが、ねえ、そのクリスタルって伝説にあるものじゃない？あなたたち一体何者なの？光の戦士です。ロゼット石ゲットだ。これで通じない言葉も聞こえるようになるってやつだよな。来ました、水のカオス、クラーケンか。フォフォフォ人間どもがここまでたどり着くとはな。なぜ片言なんだろうか。ああ不気味な感じですね。こいつはでもサンダーが効きそうだな。だが水のカオス、クラーケンに水中でかなうと表か。光届かぬ深海で眠るがよい。さあ来た。いやー不気味。巨大イカって感じだよね。雷属性で攻撃いってこい。いやダメージ強っ。待て待て、一発の物理ダメージめっちゃ強いんだが。さあサンガーはダメージは418。結構通ってるから雷属性で攻めたらいいかね。さあ物理攻撃はやばい、2発で倒れた。サンガーの連発でぶち倒せ。オッケー、いった、合流した。水のクリスタルもゲットかな。オッケー、光を取り戻したんじゃないですか。いいね、永遠の輝きだ。ずっと待っていた。このキューブ持って行って浮遊場のティアマットお願い。なんかもらったぞ、ワープキューブを手に入れた。ティアマットに持っていけって言われましたね。こいつは何？いやー潰れちゃった。ギギガガ。この人？違うよね。この人。あ、この人っぽい。ちょっとその石を見せてみたまえ。おお、これこそロゼッタ石ではないか。これさえあればルフェイン語の解読が可能になる。なるほど、わかったぞ。そうか、そういうことだったのか。いいだろう、お礼に君たちにも教えてやろう。そんな簡単に言葉って襲われるもんなの？めっちゃ短時間で教わったんだけど、そんなに楽勝？天空高くにある浮遊城、あれは我々の祖先がかつて住んでいたところなのだ。ミラージュの塔はその入り口なのだ。ミラージュの塔から宇宙へ行けるってことね。伝説の戦士たちよ、このチャイムを持って行くがよい。これを持っていればそなたたちもミラージュの塔へ入れるだろう。オッケー、チャイムゲットだ。これでミラージュの塔に入れるようになりましたね。私たちの仲間、西の彼方に旅に出た。ワープキューブ持ってご主人様に会いに。持ってきちゃってんだよな、ワープキューブ。先に取っちゃったな。カラフルな物質で作られた立方体。立方体ってなかなか言わんけどね。ということでワープキューブ持ってますから行きますか。さあ浮遊城へ。天空の城ラピュータですね。さあ来た、浮遊城1階。さあ話しかけていきましょうか。倒せるかな。リッチ、マリリス、クラーケン、3つのカオスを倒し、この風のカオスのところまでよくぞたどり着いたな。さあティアマットはどんな見た目でしょうか。出た、ヒドラだ。その瞳に焼き付けて死ぬがよい。風のカオス、ティアマットの姿。さあ来た、ティアマットさんだ。いやーこの BGM かっこいいですよね。さあここは全力で戦っていくぞ。やっぱり物理攻撃効かないですね。稲妻やってくる。
ダメージ結構強いな。さあフレア行け、かっけーダメージめっちゃ通るね。ヘイストでレモンさんも攻撃力アップ。やっぱり物理攻撃結構食らえますね。あ、倒しちゃった。ティアマットさん、弱点はないかもしれないが弱いわさあこれで風のクリスタルも復活。オッケー、撃破だ。5匹のこのコウモリたちは5人の戦士たちか。4匹のカオスにより遮られていたクリスタルの輝き、その力はすべてこの闇のクリスタルから過去へと送られていたようです。扉は2000年の過去へと、無限の時の輪の始まりへと君たちを導いていくだろう。私たちは天空人です。ドラクエ4みたいだな。さあ行こうか、闇のクリスタルの向こう側、2000年の過去へ行きたいと思います。クリスタルのかけらを手に持ってほしい。あ、持った。いや綺麗ですね。火、土、水、風、4つの輝くクリスタルを闇のクリスタルに重ね合わせた。時の流れが押し寄せ、空間がねじれていく。さあ一歩前に踏み出せば2000年前へと時空を超える。闇のクリスタルが飛んでいった。どう見たってクリスタルっていうか、あれカオスなんですけどね。さあこれが過去への扉、石板。あー、このアレンジかっこいい。リュートアレンジかな。はしごが出てきました謎の仕組みですよね。さあ攻撃は白魔導士のみぞれさんに28。さよならだ。ダメージいいですね。同じ行動で大丈夫かな。 OK、 倒した。バリリスさんさよなら。さあまた攻撃、いけ、いった。アラヤンのエクスカリバーが火を吹きましたね。フレアがもう MP 切れで使えなくなっちゃいましたね。さあいけ、あとは物理で押し切れるでしょう。ナイス、ティアマットさん撃破。覚えているか、コーネリア国一のナイトと呼ばれたこの私を。来ましたね、ついに。倒したと思っていたはずなのに。今から2000年後の未来、お前たちに倒されたガーランドだ。確かにあの時私は倒された。だがあの時4つの力が私を救ったのだ。タイムトリップしたのだよ。ここに来た私は4匹のカオスを未来へと送り込んだ。あんなに弱かったのにな、ガーランド。そしてまた4つの力を使い、お前たちに殺される未来の私をここへ呼び戻すのだ。2000年の地、私の記憶は失われている。さあ変身しちゃいました。だがまた私はここに戻るのだ。お前たちはここで永久に死に、私は永久に生き続ける。いやー強そうですね。ロボットみたいになってますね。この私の作った無限の流れの中でジョジョみたいになってますね。さあ来た。さあ来ました、ラストガーランドカオスでございます。お腹から顔出てます。いやー金色に輝いてますね。何なんだろうねこのゴテゴテの感じ。さあまずはプロテアで防御力アップ、そしてプロマ同士のブルーハワイさんはヘイストで攻撃アップかな。みぞれさんが先に回復をかけられる状態だったらなおいいんだが、竜巻が来ちゃったな。さあしかし回復とか攻撃とかある程度こっちが先に行動できてるのはいい感じだぞ。フレアダメージは少しだけアップしてる。ファイガーが来ましたね。全体攻撃だ。これはラヒーラで回復していく。物理攻撃が強すぎるんだよな。さあみんなの攻撃が一つの力になって駆け抜けていく。さあ行け。いいですね。1ターンに1000、2000ダメージぐらいは通っているか。物理攻撃ダメージが強いんだから、やられかけたやつは防御すればいいんだよな。そしてそこにケアルダで回復をかけていく。これだったらなんとか耐えられるんでは。いける、いけるぞ。2発でやられそうなダメージですもんね。 OK、 2人とも800ダメージ、いいね。 OK、 アライアンは耐えきれるでしょう。さあ攻撃、
800ダメージ倒した。カオスさん撃破だ。やってやりました。ファイナルファンタジー1ピクセルリマスタークリアでございます。皆様ありがとうございます。いや、この放送面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録ですとか高評価ボタン押していっていただけたら励みになります。ぜひよろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺で、ではでは皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。